話聞いてくれるか。あのクリスマスの夜、俺は堂島組の事務所に行った。風間のおやっさんは毎年クリスマスになると俺たちの孤児院ひまわりへ顔を出してくれていた。だがあの日おやっさんは来なかった。俺はおやっさんに何かあったのかと思い、一人カムロ町へと向かった。お久しぶりです。何しに来た？お話があるんです。今日はダメだ、帰れ。いつもは優しいおやっさんだったが、その時は違う。俺は気になっておやっさんの後を追った。おやっさんは国の指示に逆らって尋問派を逃がすつもりでいた。俺はそんなことも知らずに、お前が俺たちを逃がしてくれるというのか。ただしこの町から出ていくことが条件だ。罠じゃないだろうな。二人の会話は聞こえなかった。俺はおやっさんが危ないと思い、体を張って助けようと思った。仲間を呼んで裏口から逃げるんだ。このままだと全滅するのは時間の問題だ。俺を信用しろ。カズマ、いや言わなかったんだな。待て、そいつは東城会の人間じゃない。風間のおやっさんは俺を助けようとしてその男を撃ったんだ。俺がその男、お前の父親を殺したようなもんだ。どんな償いでもすると言ったろ。カッコつけるのもいい加減にして。親の仇を取らせれば自分が犯した罪が軽くなるとでも思ってんの？罪を償うから俺を殺せだなんて。人はね、そんな簡単に割り切って生きていけないのよ。
罪を償うから俺を殺せだなんて。人はね、そんな簡単に割り切って生きていけないのよ。会は蒼天堀のあたりで派手にやったせやな。あれは韓国の連中が勝手に跳ねただけ。ほう、今まで散々やつらつこて大騒ぎしとったやないか。まあほとんどが空騒ぎで終わっとるがな。喧嘩売っとんのか。挑発に乗るな。お前も少しは大人になったぬ。せやけど、おめ連合の後目は、もうわしのもんや。うり。こいつつこて、キリュウの首、取るで。お前らしい作戦だな、戦後。キリュウっちゅうやつ、半端なことやたぶらんらしいからの。勝手にせえ。わしはわしのやり方で東条会と桐生やるだけじゃ。よっしゃ、ほな一丁派手に近江の後目合戦と行こうやないか。まだ無理したらあかんよ。さっき
そこに座っていたのは河原さんだよな。ああ、カオルのことでちょっとな。彼女のことで。まあ、そんなことよりこれ。これは。ねえ、知らんけど、あんたのジャケットに入っとったで。いつの間に。あの時。まさか。止めても無駄や思うけど、その傷や。無理したら命取りになるで。彼女は来なかったか。カオルのことやったら河原さんに任しとき。ええか、くれぐれも無理せんとな。
おい。どこだ？天守閣におるわ。まあ最上階までたどり着くのは無理やろな。こいつの弾は誰や？ここがお前の墓場や。
Thank you.
さすがやな。ようここまでたどり着いたわ。戦国。まあ待て。はるか。はるかを離せ。そないなでかい声出されたら、わしのペットが目覚ましてしまうやないか。餌になったりや。骨まで噛み砕いわりゃ、バケモンかい。はるか、返せ。龍二、何しとるんや、お前。このおっさんの遊びに付き合わされて、ほんまご苦労やったな。こらまたんかい。何のマネや。わしも目的のためなら何でもする男や。せやけど、ガキを人質に取るんは趣味に合わん。親の七光のくせしとって何言うとるんじゃ。黙れやボケ。これで邪魔者は消えた。いよいよ明後日、わしら総力を挙げてカムロ町に攻め込む。覚悟はええな。ああ、ほな。
怖かったろ。ごめんな。またこんな思いをさせてしまって。どうしたの？大したことはない。しっかりしておじさん。傷口が少し開いたみたいね。傷口、うん、大丈夫よ、すぐに良くなるわ。よかった。なぜここに？ママからメモのこと聞いたの。そうか、無事でよかったわ。またカッコつけちゃって、このアホ。